の地で木箱に入った娘を探せ。謎の指令を受けた芝居は暇に明かせて構想に赴いた。同行するのは同じく暇を持て余していた伊達政宗である。当時構想は張角率いる黄巾党の支配下にあった。九段の木箱は彼らの荷物の中に紛れ込んでいる可能性が高い。その娘は何者なのか、そもそもなぜ木箱の中に入っているのか、いまいち釈然としないまま芝居らは黄巾党の本拠に潜入した。改めて問うが、何故我らはかようなところにおる。貴様バカか、箱に入った娘を探すためだと言っただろう。バカめ、その理由を尋ねておる。バカめが、我らの手が空いていたからに決まっている。胸を張って言うことがバカめ。バカバカ言い飽きたゆえ聞き飽きたわ。ならばさっさと片付けるぞ。